北山博光のソロアルバム、ズーリリース。平野翔丸雄太、神宮寺雄太が送った感動のメッセージとは、北山宏光、ソロアルバム、ズーで新たな挑戦。戸部メンバーからの熱い祝福に感動。2024年8月26日、戸部所属の北山宏光がソロとして初めてリリースしたアルバム、ズーが世に送り出された。この瞬間は、彼だけでなく、彼を支える多くのファン。 そしてて仲間たたちにとっっもも特別なものであった北山の音楽キャリアの新たな一歩を祝う声が広がり、その中でも特に感動的だったのは、同じく戸部に所属する平野翔岩優太、神宮寺優太の3人から送られた心温まるメッセージである。平野翔は、北山のアルバムが持つエネルギーと感情の深さに触れ、このアルバムを聴いて、僕たちはあなたの音楽に込められた思いをしっかりと受け取りました。 あなたがどれだけ努力してこの作品を作り上げたか、僕たちにはその熱意が伝わってきます。これからも、その情熱を持ち続けてください。あなたの音楽は、僕たち全員に勇気と力を与えてくれる、と語った。この言葉には、平野自身が音楽に対して抱いている情熱が込められており、同じアーティストとしての敬意と友情が感じられる。彼は、北山が歩んできた道のりを理解し、 その努力を称賛することで、互いに支え合う仲間の絆を強調している。岸優太もまた、深い思いを込めたメッセージを送った。彼は、初めてこのアルバムを聴いたとき、まるであなたの心の中を旅しているような感覚になりました。楽曲一つ一つに、あなたの個性と経験が映し出されていて、そのどれもがリスナーに深く響くものばかりです。あなたがこのアルバムを通じて伝えたかったメッセージが、 多くくの人に届くことを願っていますこれからも共に、音楽を通じて多くの人々に感動を届けていきましょうと述べている。騎士のメッセージからは、北山への尊敬だけでなく、自分たちが同じ目標を持つ仲間であるという強い意識が伝わってくる。彼は、音楽の力を信じ、共に新たな未来を切り開いていこうという決意を示している。神宮寺由太のメッセージは、より個人的で親しみやすいものであった。 ひろみつくん、ソロアルバムのリリース、本当におめでとうございます。このアルバムを聴いて、あなたがどれだけ音楽に真摯に向き合ってきたかがわかりました。あなたの音楽には、僕たちを支えてくれる力がある。僕たちも、あなたのことをずっと応援しています。これからも一緒に頑張ろうとの言葉に、彼が北山を兄のように慕っていることが感じられる。神宮寺は、北山の努力を称賛しつつ、 これかららも変わらぬ友情と支え合いいを誓っている北山はこの3人からのメッセージを受け取り、深く感動した。彼にとって、このメッセージは単なる祝福の言葉ではなく、自分がどれだけ仲間たちに支えられてきたかを再確認する機会でもあった。音楽活動を通じて培った彼らの絆は、単なるビジネス上の関係を超え、家族のような絆へと発展している。北山は、彼らの言葉が、 僕の心に深く響きました。僕はこれまで彼らと共に多くの時間を過ごし、お互いに支え合いながら成長してきました。これからも彼らと一緒に新しいステージに向かって進んでいきたいと感謝の気持ちを語った。このエピソードは芸能界という厳しい世界で生き抜くために必要な友情や仲間との絆の大切さを改めて教えてくれるものだ。音楽は時に孤独な作業となることもあるが、 北山は決して一人ではなかった。彼の背後には、常に彼を支え、励まし続ける仲間たちがいた。これは、音楽という共通の言語を通じて深まった絆であり、彼らが共有する情熱と夢が、さらに強固なものとして彼らを結びつけている。また、この出来事は、ファンにとっても非常に意義深いものである。彼らは、アーティストがどれだけお互いに支え合い、 尊敬し合っているかを目の当たりにすることで、より一層その音楽に対する愛着を深めることができる。ファンは、ただの受け手ではなく、アーティストと共にその感動を分かち合う存在であり、このようなエピソードは、ファンとアーティストの間の絆をさらに強める要素となっている。このアルバム、ズーには、北山がこれまでのキャリアで培ってきた多くの経験と感情が詰め込まれている。それぞれの楽曲には、 彼の人生の一部が反映されており、そのどれもがリスナーの心に響くものとなっている。彼は、このアルバムを通じて、自分自身の成長と変化、そして未来への希望を表現している。彼が語る音楽は、単なるエンターテインメントではなく、彼自身の物語であり、その一つ一つが聴くものの心に深く刻まれる。このアルバムのリリースに際し、彼が受け取ったメッセージは、ただの祝辞ではない。 それは彼が歩んできた道のりを共に歩んできた仲間たちからのエールであり、これからも彼らと共に新たな未来を築いていくという誓いでもある。この誓いが彼の音楽活動における新たなエネルギーとなり、さらなる想像力を引き出す原動力となるだろう。さらに、このエピソードはファンにとっても感動的なものである。彼らは北山が仲間たちにどれほど支えられ、愛されているかを知ることで、 彼の音楽に対する理解と共感を深めることができる。そして、彼の音楽が仲間たちとの絆を象徴するものであることを認識することで、彼ら自身もその絆の一部であると感じることができるだろう。このような出来事が示すように、音楽は単なる個人の表現ではなく、仲間との協力や支え合いの中で生まれるものである。北山宏光の「ズー」は、彼がその仲間たちと共に作り上げた作品であり。 それを通じて彼らの絆がさらに深まったことは間違いない。このアルバムがこれからも多くの人々に愛され続け、彼の音楽キャリアの新たな章を切り開くことを願ってやまない。北山博光の「ズー」がリリースされたことで、彼の音楽キャリアは新たな局面を迎えましたが、それと同時に彼を取り巻く友情や仲間との絆も、より一層深まっていくことでしょう。平野紫岩團勇太 神宮寺雄太の3人が送った祝福のメッセージは、単なる言葉以上の意味を持っており、彼らの間にある信頼と尊敬の象徴です。これらのメッセージは、北山にとって大きな励みとなり、彼の音楽制作に対するモチベーションをさらに高めるものとなりました。音楽業界において、アーティスト同士の絆は非常に重要な要素です。特にソロアーティストとしての活動は、孤独感やプレッシャーを伴うことが多いため、 同じ道を歩んできた仲間たちからの支えは計り知れない価値があります。平野、岸、神宮寺の3人は、同じ事務所に所属する仲間としてだけでなく、共にステージを立ち上げ、数々の挑戦を乗り越えてきた戦友でもあります。彼らが北山に寄せたメッセージは、まさにその戦友としての絆が表れているのです。この絆は、単に過去の経験を共有するだけでなく、 未来に向けての強い約束をも含んでいます。平野は、これからもその情熱を持ち続けてくださいと語り、騎士は、共に新たな未来を切り開いていこうと誓い、神宮寺は、一緒に頑張ろうと呼びかけました。これらの言葉には、彼らがこれからも変わらぬ友情で北山を支え、共に成長していく決意が込められています。そして、この友情がどれほど強固なものであるかは、 彼らが共に経験してきた様々な出来事からも明らかです。ステージでの共演やツアー、レコーディング、メディアへの出演など、彼らが共有してきた時間は、互いの絆を深める重要な要素となりました。また、彼らが苦楽を共にし、成功や失敗を分かち合う中で築かれた信頼関係は、他の何者にも変え難いものです。この信頼があるからこそ、 北山は安心して新たな挑戦に踏み出すことができるのです。北山博光は、このアルバム、図を通じて、彼自身の成長だけでなく、仲間たちとの絆の深さも感じることができました。彼の音楽には、仲間たちへの感謝と共に、これからも共に歩んでいくという強い意志が込められています。そして、この意志が彼の音楽活動をさらに豊かにし、聴く者の,の心に響く作品を生み出していくことでしょう。 また、このアルバムを通じて、北山はファンとの絆も再確認することができました。ファンは、彼が仲間たちから受けた温かいメッセージに感動し、彼の音楽に対する愛情を深めました。ファンは単なる観客ではなく、彼の音楽を支える大切な存在であり、このアルバムを通じて、彼らもまた彼の物語の一部となることができたのです。ズーというタイトルには、 様々な感情や経験が集まる場所という意味が込められているかもしれません。このアルバムは北山自身の人生の一部であり、その中には彼の喜び、悲しみ、苦悩、そして仲間たちとの絆が詰まっています。彼はこのアルバムを通じて、聴く者に自分の心の奥底を見せ、彼の音楽を通じて彼らとつながりたいと願っているのです。そして、このアルバムがリリースされた後も、 北山宏光の音楽活動はさらに広がりを見せることでしょう。彼の新たな挑戦がどのような形で現れるのか、ファンは胸を高鳴らせて待ち望んでいます。そして彼が仲間たちと共に歩む道は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。